マルコ・マルティンは、エストニア出身の元ラリードライバー。エストニアタルトゥにて、ソ連時代のラリー大会に出場経験のある父の、元に生まれる。1994年にラリーデビュー。世界ラリー選手権には1997年に、中古のトヨタセリカ ST185 で参戦を始め、1999年は、序盤から中盤まで、 スポンサーから得た資金で購入したフォードエスコート WRC で走り続けた。活動のターニングポイントとなったのは1999年の中盤。トヨタチームヨーロッパとワークス契約を交わし、ワークススペックのトヨタカローラ WRC を与えられる。しかし、トヨタが1999年いっぱいで WRC からの撤退を発表したため、 翌年から再びプライベート参戦を余儀なくされる。2000年からは、イギリス人子ドライバー、マイケル・パークと組み、カローラ WRC で引き続き WRC 参戦を継続。その年の8月に、スバルとワークス契約を交わした。当初、同時期に契約を結んだペター・ソルベルグとの、ジョイントナンバーに扱いとみられたが、2001年シーズンが始まると、 開幕戦のモンテカルロ以降一度もワークスノミネートされることはなく、フル参戦の契約にもかかわらず、シーズン途中には欠場することもあった。結果的にソルベルグを優遇した扱いに不満を爆発させ、シーズン中にフル参戦を条件にフォードと契約を交わした。2002年からフォードのワークスチームに移籍。念願のフル参戦が叶い。 その年のベストリザルトは、ソルベルグとの接戦の末につかんだ、最終戦のグレートブリテンでの2位だった。ラリーキプロス2004にて、フォードの WRC 活動予算の削減で、コリン・マクレー・カルロス・サインツ・ラガ・サルト、2003年から、フォードのエースを務める。前年のフル参戦で、メキメキと頭角を表していたが、ライバルよりもパフォーマンスの劣るマシーンがたたり序盤は、 低迷した。だが、スバルから移籍してきたクリスチャン・ロリオーが手掛けた、フォード・フォーカス・ WRC03 を得ると、モテる速さを遺憾なく発揮。アクロポリスで、待望の初優勝を飾ると、フィンランドでは、マーカス・グロンホルムとの死闘の末に勝利をつかみ取った。この年の活躍により、ソルベルグや、セバスチャン・ローブと並んで、WRC 若手を参加と称され、 将来のチャンピオン候補と言われた。2004年は、メキシコでの勝利以降コンスタントな結果を上げていたが、シーズン中盤に入ると経営不振に陥った、フォード本社の影響で、来シーズン以降の参戦器具がささやかれ始める。だが、マルティンは、WRC の中でも、特に厳しいラリーと言われる、カタルニア、ツールドコルスで、見事勝利を上げ、それにより、 フォード本社は2005年以降の WRC 参戦を決断。フォードのワークスラリー活動継続に大きく貢献した。ラリーキプロス2005にて2005年からはフランスの大メーカー、プジョーに移籍するが、前年から投入された 307WRC の挙動になじめず苦戦。フィンランドから投入されたプログレッシブダンパーがドライビングにマッチし3位に入るものの、 フォード時代の速さは影を潜めてしまう。その不調の中、不幸な出来事が襲う。2005年9月18日のラリーギガバイトレグ3、序盤の SS の左コーナーでクラッシュ。不運なことに、そのコーナー側にあった立木が、助手席側にめり込む形でマシンはストップ。この事故によって、全幅の信頼を置いていた、小ドライバーのマイケル・パークが亡くなってしまう。 この出来事によって、ラリーギガバイト以降の参戦を見合わせ、その年の終盤、正式に WRC 引退を表明した。ラリーギガバイトでのアクシデントが原因かと囁かれたが、後のインタビューで WRC における、ドライバーのコスト的負担や、運営が、スポンサー寄りになりつつある風潮に嫌気がさし、30歳を、区切りとして引退するつもりでいたと明かした。 引退後、ラリー会に関わることはないとコメントしていたが、2008年から再起を狙う、フルススバルに復帰し、インプレッサ WRC2008 の開発に、携わる。スバルの WRC 撤退後はフォードで、フォーカス WRC とフィエスタ S2000 を呼び、フィエスタ WRC の開発に関与し、また2010年9月には、 ミニジョン・クーパーワークス WRC のテストにも参加した。一方で、個人所有のラリーチームを結成し、エストニアラリー選手権に若手を送り込んでいる。母国の後輩オイットタナックの WRC へのステップアップを支援し、その後もタナックの個人マネージャーを務めている。自身は競技生活からは一切離れる予定であったが、近年、 ポルトガルやエストニアなどの WRC 及びインターコンチネンタルラリーチャレンジ以外のラリーイベントにエントリーするようになった。ありがとうございます。